今日お話ししたいのは、堆肥の話。前の動画でもいろいろね、堆肥の話やっぱしなきゃダメだなと思って、今回撮影してるんだけれども、ここ、ね、に置いてあるこの山、これ堆肥です。で、ここはね、畑で取った草とか、買った草を集めてここに入れて、あとは残ったもみ殻、もらってきて、使い切れない米ぬかとかを積んでおいて、堆肥化しています。で、これたまに、かき混ぜて、攪拌しておいています。で、堆肥を作る時のポイントなんだけども、まあ前の動画でも喋ったり、いろいろ喋ってるんだけども、CN 比、窒素と炭素の割合、これを、まあ大体 CN 比、C/N 比っていうふうに、検索してもらえれば、大体の有機物の炭素と窒素の割合っていうものが出てくるんで、それをどれだけの量と割合で入れて、入れるかで計算して CN 比が20になるようにして置いておく、これが基本としてあります、堆肥作りで。まあ俺堆肥作りよく考えると戻ってきてからあんまやってないんだけどもね、まあ面倒くさい面倒くさいっていうか大変なんで、俺は堆肥作りじゃなくて生の有機物を畑に入れて、その場で、作るっていうやり方を取ってるんだよね。一人だから大きい畑を一人やってるからできないんだけども、ここは、いろいろ道具も揃ってるし、一人じゃないからこういうふうに積み置きの堆肥っていうものを作っています。で CN 比CN 比20にして、それをしっかり混ぜておいて置いておくと。で水分も大事、水分量が 60%、 どのくらいの判断なのかっていうと、ぼかし肥料とかだったら、山土、米ぬか、油かすとかそういうのを混ぜて置いておく、ぼかし肥っていうものを作るときであれば、サラサラしてるからそれを握って玉になって、それを指でつついてサラサラって崩れるぐらいが 60% の水分量って言われてるんで判断できるんだけども、まあ、この堆肥、草の堆肥になると握ることもできないんでよくわかんないんで、とりあえずいっぱいかけときます、ね。まあ、かけすぎると下の方腐敗するんだけども、ここは排水のいい土の上だから、まあ、とりあえず大丈夫だと思います。ただ水をいっぱいかけてください。で置いとくと。でしたらしばらくしたら、なんていうんだ、攪拌してあげてください。攪拌しないとこの下の方は酸欠状態になって、発酵じゃなくて腐敗の方に偏った、分解になります。そういう堆肥になると、それをそのまま入れてしまうと、まあ、ちょっと干してガス抜きとかすればいいんだけども、そのまま畑に入れてすき込んでしまうと、そのガスとか、いる菌とかの影響によって根腐れとか起こしたりするんで、まあ、定期的に攪拌してあげると。で攪拌をいっぱいやってあげると、まあ、2週間に1回とか結構早いペースでやってあげると分解も早くなるんで、結構ねすぐ堆肥ができたりします。だからとりあえずこう炭素と窒素の割合をちゃんと計算して CN 比が20になるように計算してやる。で堆肥を積み置いておく、そして攪拌してあげる、で水分多めにしておくっていうことを守ってもらえれば大体堆肥はできます。でここはねちょっと低めなんだけどもね、これね、これを例えば腰の高さとか胸の高さ、まあ、このくらいね、俺182センチあるんだけども、まあ100センチぐらいとかそのくらい高さに積んで上から踏みつけて水かけておけば、これは発酵熱って言って、まあ、60度ぐらいの温度が出ますんで、そういうのが出ると雑菌とか草の種とかも殺せるんで、そういう風にして畑に入れたくないものを除去して堆肥を作るっていうこともできるんで、まあ、そっちの方がおすすめかな。ここはちょっとそこまで手を挙げてない感じなんだけども、まあ、そういうやり方もありますと。で俺はこれやってないってさっき喋ったんだけども、なんでかっていう話もしとく。ここで堆肥を作って入れるってことはすごくいいのよ、すごくいいんだけども、ここで分解している微生物たちの働きってものが畑の中には入らないわけ。ここで土ができて、堆肥っていうのは要は分解し終わった土みたいなもんだから、栄養豊富な土、その土だけを畑に入れるわけ。
だから俺は畑の中でここで起きている微生物たちの働き、微生物たちの草を食べて糞して、その糞をまた別のが食べてっていう繰り返しの、そういう生命の営みっていうものを畑の中に取り入れたいなって、その過程、だから畑の中でこういう生態系を作ってしまいたいっていうのがあって、生の草を入れる。だから、まあ前の動画でもやってる、ここ米ぬか、どうだろうね、これがね、米ぬかじゃ、米ぬかとかもみ殻やってすごく排水性良くなった草が、少なくなりましたって言った畑なんだけども、そこでもみ殻とか生で入れたのは、まあ、そういうことね。そのこの中でもみ殻とか米ぬかを食べて分解する生き物が増えたわけだ、ね、でそれを食べるやつも増える、でその出した糞を食べるやつも増える、ここの中の生物の密度が上がったわけよ。その生物の密度が俺は土を作る上で自然農法、有機農業において重要なんじゃないかなって思ってるのね。だからいろいろね、知識としては窒素なんぼ、カリなんぼとかさ、リン酸なんぼとか、そういうね、物質的な話もあるんだけども、やはり有機農業っていうのは生物の密度によって製品が変わってくると思う。だからまあなんか同じこと繰り返してるんだけども、生の有機物を入れて、その分解の第一段階から生き物を入れる、生物の密度が上がればその生物を食べる生き物も増える、その糞を食べる生き物も増えるって、食物の、ピラミッドあるじゃん、食物連鎖のピラミッド、ね、三角のあれの裾野が大きくなれば、裾野とか底辺が大きくなればでっけえピラミッドになるわけよ。畑によっては化学肥料と農薬ばっか使ってるところは、その底辺がちっちゃいから、ちっちゃい三角形なん、ちっちゃい三角形なんだけども、こういうふうに生に入れて、生の有機物、まあ、底辺は草なんで、草とか植物性だと俺は思ってるんで、そこがでっかくなるとでっけえ三角形になるのよ。いろんな生き物が増えて、その生き物たちの働きによって土ができて、俺らが野菜取らせてもらえるという考え方だから、そのピラミッドをでかくするために分解し終わった堆肥、まあ、要は土、栄養豊富な土をただ入れるじゃなくて、秋口とか、に生の有機物入れる、あとは畝の通路と通路の間、まあ、通路と通路の間じゃないや、畝と畝の間の通路、ここに生の有機物を置いて、で春秋になったらそれを土かけて隠しとくとか、そのまま冬越させるとかして、畑に生で入れるっていうことをしています。そういう目的があってやってます。だから、まあ、まあ最後まとめになるけれども、まあ、堆肥を作ることはすごくいいことで、それを入れることはいいことなんだけれども、俺が一番重視しているのは、畑の中の生物層を、生物密度、を豊かにしてあげたい、で食物連鎖のピラミッドを大きくしたいと、その結果土ができて、俺らが野菜を取らせてもらえるんじゃないかなって思ってるんで、生で有機物を入れてます。まあそれがいいなと思ったら真似してやってみてもらえたらいいなと思います。まあ一つの意見として聞いといてもらえればいいなと、そういうやり方もあるねぐらいで思ってもらえれば、でもしよければ実践してもらえればいいなと思います。そういう目的っていうかを理解してやるのと、理解しないでただ真似するのとでは全然違うと思うんで、ね、理解してやればもっと改良点が出てきて、こうすればいいんじゃないかなってのが出てくるし、まあ、逆にこれじゃダメだよって、パンナスそれじゃダメだよっていう意見も出てくるかもしれないんで、ね、そういう学びが出てくるかもしれない。俺もそういうのを繰り返してるから、だからそういう俺のやってる意味を今回また改めて動画にしました。